夏の小諸でですね、クヌギの木の根元の方からですね、樹液が出てたんですね。ただ昼間だというのにいろんな虫がやってきて、この樹液をめぐって戦いを繰り広げています。今こうカブトムシのオス同士が喧嘩してたんですけど、スズメバチがやってきてもですね、もうこのカブトのオスはですね、ものすごく興奮してますね。もし下の方のスズメバチは仲間のスズメバチを今襲ったりして、そして樹液にともかくありつきたい。でもカブトムシはね、譲らないですね。カブトムシがスズメバチを投げ飛ばしました。それでも横からね、一生懸命やってきますね、スズメバチがね。ちょっと迂回をして反対側から、来たと。そしたら今度は、よそのカブトが来たんで、カブトムシ同士が喧嘩を始めて、これはね、乱闘騒ぎみたいな大変な騒ぎになってますね。カブトムシとかスズメバチね、みんな興奮するとですね、なんかやたらにその見境なく相手を攻撃する、そういう性質があるんですね。スズメバチとカブトムシがこうやって喧嘩してる、なかなかね見ることができないんですけど、この時はすごい戦いが延々と繰り広げられていました。向こうの方でね、また少し小さなカブトムシがいますが、逃げてきましたね。やっぱりこう怖いですね。スズメバチ、懲りずに横から入ってくるんですけど、スズメバチの方も興奮してますから、スズメバチ同士でこう戦ってますね。で、小さなカブトがやってきたらそれに噛みついて追っ払おうとか、そんなこともしてます。